はい、今回トヨタ新型プリウスにも一部改良の情報が入ってきたんで、まあ、デザインとスペックで改良内容と価格と発売日について紹介します。で、今回も確定情報ですね。で、簡単に歴史の方も紹介して、初代の前にプロトタイプが1995年11月に登場して、プリウスが誕生してもう26年目ですね。全長 4m15、車幅が 1m69.5 で、全高 1m49 で、2年後に初代プリウスが登場して、まあ、有名なキャッチコピーとして21世紀に間に合いました。全長がプロトタイプに加えて延長して全長 4m27.5 で、車幅が 1m69.5 で、全高 1m49、まあ、世界初の量産型のハイブリッド車ですね。で、6年後に2代目が登場して、2003年9月1日ですね。今までは4ドアだったのが、まあ、5ドアになって、ボディサイズが3ナンバー化ですね。初代とプロトタイプに関しては5ナンバーだったんですけど、まあ、2代目からは3ナンバー化して、全長が 4m44.5 で、車幅が 1m72.5 で、全高が 1m49 で、6年後にフルモデルチェンジして3代目、2009年の5月18日3代目プリウスが登場。今までは直四の 1.5 リッターだったのが、まあ、直四 1.8 リッタープラスモーターのハイブリッド車で、ボディサイズそんなに変わってないですね。2代目も3代目も全長 4m46 で、車幅が 1m74.5 で、全高が 1m49、 全高に関してはずっと 1m49 で、で、3代目が登場して6年後、だいたい6年周期でフルモデルチェンジして、現行型の4代目も2015年12月9日なんで、もう今年で6年目なんですね。だからもうフルモデルチェンジ時期なんで、でもまだ今の時点ではフルモデルチェンジの情報はまだ入ってきてないですね。まだ情報入り次第随時紹介していきます。まあ、TNGA の第1弾として GAC プラットフォームを採用。まあ、3代目先代に加えて、ヌイゴーチャ走行性能が比較にならないレベルに向上したっていう話で、まあ、確かにだいぶ良くなりましたよね。で、間に改良があって、で、3年後に2018年12月にビッグマイナーチェンジ。フロントフェイスを中心に変更して、あとはグレード別編成で、装備類がですね、変更しましたね。で、直近の改良として、去年の7月1日に一部改良プラス特別仕様車の S セーフティープラス2が追加して、1年後ですね、一部改良の情報が入ってきて、で、スペック、全長が 4m57.5、車幅が 1m76、全高が 1m47。まあまあやっぱりでかいですよね。で、ホイールベースが 2m70。で、最低地上高に関しては全車ですね、2駆4駆でグレード別問わず 13cm、130mm で、で、パワーユニットは1つ、直四 1.8 リッタープラスモーターのハイブリッド車で THS2 ですね。エンジンが98馬力、142Nm。フロントモーターが72馬力、163Nm。ギアモーターが 7.2 馬力、で 55Nm で。まあ、結構ひいきなスペックですね。プリウスもレンタルしようかっても何回も考えたんですけどね、需要がないですもんね。まあ、それこそ、新型がそろそろ情報が入ってくる時期なんで、今更4代目プリウスをレンタルしても仕方ないんで、またホンダのアコードですね、先代ではなくて去年フルモデルチェンジした新型アコードはレンタル予定で、また来月ぐらいから動画の方ですね、順次アップ予定です。で、最小回転半径が 5.1 メーターから 5.4 メーター。ベゼルもなるべくレンタルしたいんですけどね、早めに。4月22日でしたっけ、発売が。
レンタルできるってなってきたらやっぱり6月7月ぐらいになってくるでしょうね。で燃費が 27.2 か 32.1、 ヤリスが確か34、36ぐらいあるんで、まあそれに比べたらまあ車格が大きい分仕方ないですけど、 E がベースで 32.1 が一番低燃費なグレードですね。タンク容量が E だけ、ベースの E だけは38リッターで、他のグレードが43リッターで、で駆動方式は2駆と4駆 E4 ですね。ハイブリッド車なんで4駆ではなくて E4 で、で変速機は電気式無段変速機で、ようやく改良内容に話を移って、今回の改良点は3つですね。ディスプレイオーディオが標準装備化し、 Apple CarPlay と Android Auto に対応。今はディスプレイオーディオではなかったんですね。で2つ目、DCM 車載通信機を標準装備、ただベースの E グレードを除く。で3つ目が第2世代予防安全パッケージのトヨタセーフティセンスがアップグレードで、まあ、下記の機能類がですねアップグレードして、プリクラッシュセーフティ、 PCS、 ロードサイアシスト、 RSA で先行車発進告知機能、全車速のクルコン、レーントレーシングアシスト LTA、 レーンディパーチャーアラート LEA、 オートマチックハイビーム AHB で、ブラインドスポットモニター、インテリジェントクリアンスソナーで、ここら辺多分メイクオプションだと思うんですけどね、リアクロストラフィックアラート、シンプルインテリジェントパーキングアシストで、パノラミックビューモニター、アドバンスドパークに加えたら性能 音機能でしょうね、確か一昔前ので、価格の方は据え置きで、ベースの E が260万8000円 E に関しては確か4駆はなかったですよね。 A ツーリングプレミアムセクションが最上級で、4駆の方ですね、 E4 が355万7000円で、で改良時期が6月3日ですね。2ヶ月後の6月3日に新型プリウスで、同時にプリウス PHV も同じ内容で改良します。はい、ということで今回新型プリウスで PHV の改良情報として、デザインのスペックで改良点と価格、発売日について紹介しました。